開幕弾の三笘より、高校野球に熱狂。Google トレンド、大社高校大なり滋賀学園高校大なり三笘薫のゴール。8月17日にちょびっとグラフが上がってるのが三笘のゴールの瞬間。ゴールした最大瞬間風速すら高校野球以下なのかよ。言うてサッカー日本代表のエースの11ヶ月ぶりの開幕戦ゴールだぞ。こんな空気になることある？1試合だけの開幕戦なのに再生回数死んでる。ちなみに毎日試合してる大谷の今日のホームランもう129万回、昨日の葉166万回。国民が興味ないやつはしゃあない。野球だって吉田が好調だけど国民は興味ないからスルーして大谷の三振のニュースを求める。日本代表の試合を地上波でやらなくなったのも聞いてるやろな。ホンダとかなんだかんだで露出すごかったし。日本派アスリートをタレントとしてしか見てない。真面目に言うと高校野球人気にかなうエンタメ、ほぼないやろう。